ちょっといいか。仕事？そうなんだけどよ、見てくれよこの依頼。何？サラマンダーを名乗る魔導士が暴れている。どうにかしてくれ。あんたまた何かやらかしたの？俺じゃねえ。オイラが保証するよ、夏はこんなこと絶対やってない。それってもしかして偽物ってこと？ああ、だから今からぶっ飛ばしに行くんだ。そういうこと、わかった、一緒に行ってあげる。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。依頼主から聞いてた話ではこの辺りにいるらしいんだが。でも懐かしいわね、偽物のサラマンダーなんて。夏、私と初めて会った時のこと覚えてる？まあそりゃな。そっか、私も鮮明に覚えてるわ。家を出てきたばっかりであんな事件に巻き込まれるなんて。夏の偽物に騙されて奴隷になってたのをオイラたちが助けたんだよね。行き過ぎ行き過ぎ、奴隷船に乗せられたところで助けてもらったの。でもその偽物のおかげで私はフェアリーテールに入れたのよね。まあそういう意味じゃ少しは奴に感謝してもいっか。ルーシーがフェアリーテールに来て毎日退屈しねえからな。あの時お前誘って正解だった。そんなことはっきり言われたら恥ずかしいじゃない。でもまた別の偽物が現れるなんて、夏も人気者だね。まさかまた同じやつってことはないわよね。そりゃねえだろ。だって依頼主の名前見てみなよ。え、依頼主？オラさん？オラってもしかしてあの時の？はい、プロミネンスのオラ。前偽物のサラマンダーを名乗ってた人だよ。すっかり改心したらしいぞ。俺のこと兄貴って呼んできたな。そうなの。それならそれでよかったのかしら。いろいろ言いたいことはあるけど。とにかく今は新しい偽物をぶっ飛ばしに行くぞ。なあ、いや、なんだって。ありがとう。
やあ。よし。見つけたぞ。てめえが偽物のサラマンダーだな。偽物？何のことだか。俺は正真正銘フェアリーテイルの。俺がフェアリーテイルの夏だ。何？その無償、まさか本物の。私たちのギルドの名前を利用して悪事を働くなんて許さない。ぶっ飛ばされる覚悟はできてんだろうな。よし、行くよ。よし、カリューの王冠。楽勝楽勝。参りました。ごめんなさい。俺たちに喧嘩売るからだ。お疲れ様、夏。無事に一件落着ね。なんだこの騒ぎは。貴様はまさかここ最近悪事を働いているというサラマンダー。俺は本物だ。おう、自分から正体を明かしたな。違う。最近暴れてたってのはこっちの偽物で。夏、面倒なことになる前に逃げるわよ。おお、そうだな、帰ろう。フェアリーテイル。どこに行くかな。ここだな。さて帰ってきたか。